はい、テイク2よーい。朝の掃除が終わったらお客さんを出迎えて搬入。担当さんとカメラマンさんに挨拶をします。カメラマンさんにセットの指示をもらい、セットを組み始めます。メインアシスタントとサブアシスタント、基本2人で入ることが多いですね。機材庫からストロボやスタンドを持ってきて、カメラマンさんの撮りたいイメージに近づける。スタジオマンとしての課題でもあるし、面白さでもあると思っています。このセット内容ならだいたい2人で組んで15分から20分ぐらいでできますね。でも早ければいいってわけでもないんですよ。大切なのは安全性とクオリティ。たとえ1棟のライティングだとしても、いろいろなやり方がありますからね。もうちょい高さ、逃がして。撮影中にも急な指示をもらったり相談されたり、いろいろなことがあるので常に気を配っています。カメラマンさんごとに撮影の仕方は違いますし、柔軟に対応すること、それが大切だと感じています。撮影が終わったら機材の片付けを始めます。コードを巻いたり、脚立をしまったり、重いものもあるので気を配りながらやっています。スタッフ同士の仲はすごくいいですよ。休日に遊んだりもするし、アットホームな感じがいいですね。今のスタジオの仕事は楽しいです。いろいろな考えの人たちと会えるし、勉強にもなります。でもやっぱり体力は必要ですね。朝が早かったり夜が遅かったり、不規則な勤務時間が多いので、体力はしっかりしないと。機材をしっかりと把握することも大切です。メンテナンスもしっかりしなければいけないですし、お客さんに出すときに問題があってはいけないので。うちのスタジオは歴史のあるスタジオです。20年以上あります。それでも館内は綺麗です。スタッフの掃除が行き届いているからですね。拭き掃除は常に2人でやります。大変な仕事を人に押し付けたり、後輩に押し付けたり、そういったことがないのはうちのスタジオのいいところです。Okay.